あんまりふざけてるとまたメメたんだよ冗談。ねえ、頼りにしていいんだよね。ペリカン、もちろん私もお手伝いするからね。あんたは私のデジモンなんだから当然でしょ。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕がない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアになる。ここから侵入して。岸辺リエ、今までやってきたことのツケは、落とし前をつけるってやつだね、エリカ。そういうこと。準備はいい？ハック開始だよ。まあ、君の趣味はどうでもいいけど。お待たせ。おかえり。それじゃあ二人で例のデータを探して。私はこの部屋全体を調べてみるから。真面目にやってるの？そう。その割にはいつまでもそんなものを握りしめてるみたいだけど。エリカの軽蔑の感情データが限界値を超えてるよ。早くしまった方がいいよ。ちょっと待って。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータにうまく紛れ込ませてるけど、これだ。電脳犯罪捜査課関連のデータ。やったね、お手軽だよ君。ただスケベだっただけでしょ。まったくもう。あらあら、誰かと思えば意外な人と意外なところで会うものね。岸辺リエ、しかもそこ私の下着ダンスじゃない。やだ、ひょっとして勝負下着見られちゃった？リエ、恥ずかしい。言って、ワームもやることは分かってるよね。うん、気をつけてね、二人とも。三島エリカちゃんよね。お兄さん元気？なんちゃって。許さない。あんたがお兄ちゃんを。千歳を。千歳？ひょっとして、お仲間まで巻き添え食っちゃったのかしら？どんくさいわね。じゃあ、その敵討ちに来たの？あなたにそんなことをする権利があるのかしら？お兄さんを苦しめたその原因であるあの子にお礼を言うべきよね。あなたの存在があったおかげで、リュウジキュンは面白いくらい素直に私の言うことを聞いてくれたんだもの。かつては正義のハッカーと謳われた重度のナンバー2が、誇りをねじ曲げて汚い仕事をこなす様、見ていて楽しかったわ。あんたの言う通り、お兄ちゃんがああなったのは
全部私のせい。私が許せない。でもあんたのことはもっと許せないの。あらあら、何をするつもりかしら。そういえば小さいのがコソコソとしていたわね。ひょっとしてここから何かを持ち出そうとしてるとか。そんなことさせると思っているのかしら。あら、あなたもリュウジキュンのお仲間。ふーん、さしずめエリカちゃんのナイトってところかしら。それなら私もこっちの姿でお相手しようかしら。この姿になるの久しぶりだ。人間がデジモンに？どういうこと？びっくりした。これが私のもう一つの姿よ。でもね、人間でこのことを知っている人はまだ誰もいないの。つまりそれがどういうことかわかるかしら。生きて返す気はないってことでしょ。ごめんと。お兄ちゃんと一緒で頭がいいのね。残念ね。おとなしくしていれば病院のベッドの上で緩やかに死ねたのに。エリカちゃん、そしてそのナイト、あなたたちに激烈な死をプレゼントしてあげるわ。輝きしバラの名をいただく騎士たちの王、このロードナイトモンが。その顔を恐怖の色に染めてやる。人間にしてはなかなかやるじゃない。これは警察が神城の摘発に向かっている。まさか。ああ、気づかれちゃった。私のデジモンがあんたの大事なデータをとある刑事まで届けてくれたの。こんなことしていていいの？あなたの体危ないんじゃない？こんな短時間で警察を動かしただと、小娘、小賢しい真似を。計画のためにも今邪魔をされるわけにはいかない。逃がさない。儲けてる場合じゃないよ。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたの。私が証拠を手に入れたらすぐに岸辺を追い詰めてもらえるように。新都庁に行こう。岸辺理恵の体もそこにあるはず。しめ、観念しろ。もうどこにも逃げ場はないぞ。予想以上にお早いお出ましね、又吉刑事。エリカちゃん、あなたの仕業かしら。本当に厄介な子ね。あらあら、こっちでは随分辛そうね。ひょっとして治療を受けていないのかしら。
ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作りたくないわよね。でも、そんな調子で、あなたいつまで持つのかしら。あなたに施していた治療、あれは医療行為じゃないのよ。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験、言ってしまえば人体実験だもの。私の特別認可で特例中の特例として施していたプロジェクト、それがあなたの治療。エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、精神データをリアルタイムで共有管理するシステム。そこでデータ容量を管理することで、あなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えている。他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それでも私を倒す、エリカちゃん。あなた何者なの？人間じゃないんでしょ？ある意味あなたと同じものよ。肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存したいびつな存在であるあなたとね。実は前々から気持ち悪いと思ってたのよね、あなた。人のくせに意識のほとんどがデータ化してるなんて、考えれば考えるほどおぞましいわ。私を追い詰めたつもりでしょうけど、残念ね。あなたなんて怖くないの。空っぽで重くて痛みに支配された肉の体を引きずっているあなたなんかね。なら教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力も反応速度も違う。人間の体だってこうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より何倍も重いの。現実の痛みをバカにしないで。そうね、教えてくれてありがとう。勉強になったからお返しよ。またよし刑事、止めなくていいんですか？女の争いに男が口を出すなんざ野暮ってもんだ。別におっかねえなとか思ってるわけじゃないぜ。なあ坊主。案外根性ないのね。バカバカしい。まったく付き合っていられないな。これだから人間は醜悪だ。まあいい、もうすぐこんな体とはおさらばだ。何をするつもり？待て、早暴るんじゃねえ。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで邪魔をされるわけにはいかないの。この辺りで岸辺理恵は退場させていただくわ。ねえエリカちゃん、最後に一つ聞かせてちょうだい。
あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊した時、あなたがどうなるか本当に楽しみね。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。それ、お前さんたちはここにいろ。オーズ、エリカちゃんのことは任せたぞ。飛び降りちゃった。なんで、これで終わったの？本当に、お兄ちゃんと千歳の仇、取れたの？そうだよね。あの女のことだもん。きっとどこかで生きてる。でもお兄ちゃんたちの仇は取れた。そう思っていいよね。泣いてないから。引っ叩かれた方が痛いだけだから。お兄ちゃん、千歳、ごめん、ごめん、ごめんなさい。昨日未明、エデンネットワークを運営する神城エンタープライズが警察の立ち入り捜査を受けていたことが分かりました。結局、岸辺は何者だったんだろうね。分からない。ねえ、ユージと連絡は取れた？そっか、これで本当に終わったのかな。でも、お兄ちゃんと千歳の代わりに思いっきり引っ叩いてやったよ。やっと一つ何かできた気がする。